パーシモンハゲのインテンショナルショットと小手先ハーフスイングチョン打法、実戦での生かし方を解説。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。今回はですね、ラウンドレッスンで私のショットを、ちょっと動画を撮っていって、でいろいろね解説しながら、そのショット、インテンショナルショットについて、その考え方というか、どういうふうにやるんですか、ラウンド中どうやってやってるんですかみたいなコメントいただいたので、そのまあそれも兼ねてねやっていこうと思ってます。で、こちら、イーグル、なんか雪降った後みたいになってるけど、別に白くないです。はい。こちらね、イーグルレイクのアウト1番ホール。今日はメンバーさんが一緒なので、フルバックの、この黒 T からですね。で距離が456、456で、T ショットが打ち下ろしで、セカンドが打ち上げになるので、もうこれね、ツーオンはちょっと厳しいなって感じです。で、左右どちらも OB。なので、これは必ずどちらかを消して打つんですけど、もうほぼまだ寝起きに近い状態なんです。もうやべえと思って二度寝しちゃって、やばいと思って慌てて出てきて、で今に至っているので、あの体が回らない状態ですね。普段だったらこっちからドローめで、後半の多分スタートだったらこっちからドローめで行くんですけど、ちょっと朝一で体がもうどれだけ動くかもわからないし、ドロー打とうと思って、副系で行こうと思うと止まりそうな気配がムンムンなんで、ここはもう左からちょっと大きめのスライスで体をしっかり回して、行こうと思ってます。まあ朝一ってのもあるんでね、そんな感じで使い分けもする時もあります。クラブはね、今日はインプレスの方で行きます。いやー引っかかりそう。よいしょ。じゃあお願いします。頑張りましょう。いやイメージわかんねえな。吹けちゃいそうな気配もあるし、中弾道スライス、よし、このデカめのスライスだけど、はい、問題なしっていうような感じで、もう自分が打ちたい球じゃなくて、どうぞ、あれ、はい、行きましょう、はい。自分がもう打ちたい球じゃなくて、自分のもうその日の体調、その時の状態と相談して、打ち分けます。今のなんかもう完全にコースの左端に打ち出して、フェアウェイ右サイドまで曲がるようなでっかい曲がり幅のスライスですね。これ含めて言ってたら、多分体止まっちゃってプッシュアウトかチーピンっていうのがもうイメージ湧いてたんで、スライスもね、あの浮き上がって開いて当たって右出て右スライスっていう悪い予感がしてたんで、それだけは避けようと思って とにかく左打ち出してスライスということで、朝一のティーショットはうまくいきました。1番のセカンド地点ですね。ちょっとラフでしたね。赤い球、注意ラフ、ドロップしますよ。
もちろんないよね。まあいいや。はい。で、こんなライで、こんなライで、まあ、さっきよりライちょっと良くなったんだけど、つま先下がり、左足下がり、左バンカーの左からスライス。はいはい、結構行ってたんだね。今のはあの左足下がりつま先下がりだったんで、もうじゃあスライスをね打つイメージで打っていきました。ただ思ったより芝の厚みがあったんでちょっと下入っちゃって天ぷら気味になったんですけど、まあまあグリーン手前のですね、こっちあの辺の花道行ったんで、はい、ナイスレイアップよしですね。はい、こんなわけでそのラインに応じて、スライスを打つとか、フックを打つっていう考え方もコースではすごくあります。だ今のはつま先下がり左足下がりだったんで、こうのこうなんでアウトサイドインじゃないと手前の斜面に当たってしまうので、でなおかつロケーション的にもこういう風に手前の右にバンカーって先にもバンカーあるんで、ここのバンカー両方避けてで花道持っていくっていうようなイメージだったんで、まあちょうど良かったっていうところです。なのでインテンショナルショットができれば斜面にも対応できるということです。はい、ここはですね、イーグルレイクの10番ホールの415ヤードブラックティーですね。これメンバーさん同伴じゃないとブラックティってできないんで、私もラウンドレッスンでメンバーさん一緒じゃないとやれないんですけど、えらい白く光ったのに別に雪じゃないですからね、これね。で、ここは、まあ見た目の通り右も OB、左も OB で、あそこ、220ヤード地点にガードバンカーあります。飛ぶ人はね、もう全然ガードバンカーの横のゼブラポールのとこポーンって行っちゃうんだけど、私も全然そんな行かないんで、ドライバーじゃなくてもいいんですけど、まあ、ドライバーで、200ヤード、チョンダホーの実践編ということで、ちょっとお見せしようと思って、ドライバー持ってきました。本当この、チョンダホーの実践編です。で、200ヤードチョンダホーでもスライスフック目のイメージは必ず作ります。これはもう、低い引っ掛けのイメージのランニングアプローチのイメージです。今年最近ハーフスイングしょんで右の斜面裾ぐらいを狙って中腹ぐらいかな、でそこから引っ掛けて低く転がしていくと、今のは狙い通りですね。ちょっと弾道を抑えめで、弾道を抑えめ飛ばして、ちょっとこう、フック系で、で、ランでトン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 という実践の使い方でした。